さ <laughs> その子に言われたことがあって、まあ、もうふっと思い出した話なんだけど、あの、大昔の話を、新宿のね、ドーナツ屋さんで、まあ、ちょっと年上の大学生の男の子とさ、あのドーナツを食べてたのよ。まあ、デートみたいな感じで。で、まあ、ほら、男の子の前だとさ、 今は何でも力飯でも何でも食べれるけど、その頃はあんまり食べれなかったからさ、ドーナツをさ、まあ、お前舐めてんじゃねえかってから、ペロペロ、<laughs> 小鳥がついばむようにね、ちょ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 ,ちょって、こう何日かけてくんだそのドーナツぐらいの感じで、ちュちチちッちュって食べてたらさ、その男の子もう名前も忘れちゃったよ、その子がさ、かなこちゃん、かなこちゃんって、全くよ、全く,く、もう、曇りのない瞳でね、かなこちゃんって、 国中良子に似てるよね。って何の曇りもないね。馬鹿にしようという顔でも何でもなく言ってくれたんだよね。多分、今にはない、なんか、押し切れる何かがその頃は多分若さと何かがあったんだろうね。国中良子に見せてしまう毒薬を撒いてたんだろうね。その頃は。でもさ、<laughs> この間さ、学生時代の女友達、高校時代の女友達がさ、 うちに遊びに来ててさ、もう、<laughs> 深夜ラジオを聞きながらさ、二人でお酒飲んでさ、ガツ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 、飯食ってたらさ、カナコちゃん、カナコちゃんってさ、秋山人に似てるよねって <laughs>、言われたの <laughs>。わかんないと思うけど、数学者だから検索してみて。 ヘアターバンで <laughs>、そうそうそう、髪が長くてさ、ヘアターバンでね、ぐっと髪を全部、前髪を上げて、メガネをしてるの。私の家の姿、まさに秋山人なのよ <laughs>。あの、本当に家帰ったら、お化粧も全部落として、ヘアターバンで髪の毛を全部上げて、あの、どの厚いメガネを <laughs>、してるのよ <laughs>。それを見て友達は <laughs> 数学できない方の秋山陣つってさ <laughs>、言ったのよ <laughs> つまり何が言いたいかというと、学生時代の友達は大事だし、釘中涼子が秋山人になることもあるということなのだよみんなに伝えたいことは <laughs>